どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、日本のロックといえば RC サクセッションのスローバラード、こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はあの独特のこのリズムです、でん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 、この感じかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってくださいませ。はい、大好きな曲、いつも頭ぐるぐる流れてる曲、そんな曲 CD 聴いたりカラオケで歌うのもいいんですけれども、楽器で自分で弾きながらね歌う弾き語り、ぜひ皆さんこれ最高ですんでやってください、始めてください。はい、音楽はね、聞くのもいいんですけど、やるのもっと最高ですからね。だけど楽器はちょっと苦手なんですよという方多いと思うんですけど、ウクレレだったらすぐできますよ。弦も4本でちっちゃいからいつも触ってられる、ね、簡単なんですよ。何がいいかって言ったら簡単なんだけど、始めたらわかります、奥が深いんですよ。ずっと続けられるね、もうパートナーになりますので、ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube 見てるだけで、どん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 ウクレレが楽しく音楽できるようになります。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできますから。はい、しかも YouTube でしょ、いつでもどこでもスマホでもね、ちょっとした隙間時間に見られて無料ですから、やりましょう。はい、じゃあリンクあります、初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには私ガズが今までとりに取りためた、ウクレレ簡単レッスン動画がもう750曲とか800曲近くもアップロードされております。ありとあらゆる音楽をウクレレで簡単に弾けるようにしてますんで、はい、最新 J-POP、 定番の J-POP、 昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、もう何でもかんでもウクレレで簡単に弾いて歌おうということでコンセプトでやってます。さっきのリンク先のところに行くと検索できたり、ジャンルボックスからいろんな曲探せたりするようになってるんで、ちょっとそれ探してみてください。どんどんやりましょう。はい、それではこのスローバラードでやろうと思うんですけど、この曲はワンブロックにこう4カウントなんですよ。ワン、ツー、スリー、フォーというふうに C でなるんですけど、これの曲はね3面のリズムなんでこんな感じです。タンタンタン、タンタンタン、タンタンタン、タンタンタン。この長さでワンブロック。こんなようにリズムを取ると分かりやすいです。一応だから、タンタンタン、タンタンタン、タンタンって4つ弾きなんですけど、その裏にこの3連があるっていうことで、ちょっと意識しておいてくださいませ。それでは、スローバラード。まずはガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。確かに聞いたんだ。カジュ
RC サクセション今抜き清志郎さんのスローバラードガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。先ほども言ったんですけど、ワンブロックに4つ弾いたんですけど、3連のリズムなんで、タッ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 、このビートをどっかで感じながらねやるのがいいと思います。とはいえ、ワンブロック4つ弾いてこの歌でねこう持っていく、このシンプル簡単バージョンでも十分このガッツとつかめるやつなんで、もうぜひ皆さん大きい声で歌いましょう。一応これフルコーラスやっておりますんで参考にしてください。でテロップ見ながらね、動画のテロップと一緒にできた方は自分でノートに書くのをね、お勧めしてるんですよ。それを見て自分だけで歌う。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。はい、今言ったんですけど、これも、だから、1、2、1、2、3、4なんですけど、タッ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 っていうイメージで取る。ね、3連のリズムですからね。はい、じゃあそんなことやってみましょう。で、ここ、いつものことなんですけど、くるって書いてあるやつは後半やるかっこいいバージョンで、やることなんで、これ決めなんですけど、後で解説します。今のは本当シンプルに四つ引きで弾いたということでございます。まずじゃあ一時停止からこの辺で一時停止して、メモってください。いいですかね。曲はね、シンプル。コード進行とかすごいシンプルです。ただしやっぱりこの三連のリズムの感じとか、その歌のね、このブルージーな感じがやっぱり、味がありつつもちょっと簡単ではないような感じですけど。じゃあちょっと場所を変えて、この感じかな。はい。この辺も書いてありますね。後で解説しますから。はい。ここカーラジオから戻って、それではい、終わるという感じです。はい、じゃあ出てくるコードの解説いきましょう。C と A マイナー、F、G7、E7、C7 ですね。この6個でやりました。この6個のコードはもう超入門コードでございまして、これがわかんない方はですね、まずこれを覚えてください。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で、もう本当に仲良しのコードです。ウクレレで音楽を始めようと思う方は、そのガズレレ必須コードっていうのを覚えるとすごくいいと思います。で、10個ぐらいあるんですよ。今日その10個のうちのこう6個なんですけど、1個ずつ見たら簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと大変でしょ。だからね、覚えられる。スッと頭に、インプットできる。素敵な動画を。私が撮っております。その動画を見るとすぐ覚えられます、コードが。この動画、ここにリンク貼っておきますから、ここで必須コードマスターしてください。その中のね、今日6個ですね。やりましょう。はい。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。この曲はですね、やっぱリズム。この3連のリズムっていうのはね、なかなかこう奥が深いんでございます。しかも今日はこれでいきます。ドン !3連のアルペジオです。こうです。こんな感じですね。これはですね、普通のアルペジオとはまたちょっと違うんですよね。ちょっとじゃあ一応レクチャーしましょう。最初、いつものことなんです。こっち1弦ですよ。1弦、2弦、3弦、4弦。1弦と4弦同時に弾きます、最初。で、指の担当決まってんですよ。1弦は何があろうが薬指。2弦は人差し指。3弦、4弦は親指っていう風にしておきましょう。じゃあコードは一応 C を押さえておいて。最初1弦と4弦同時に弾きます。はい。次。3弦、2弦。1弦、2弦、3弦。これの繰り返しです。1432123、1432123ですね。はい。これを図に表すとこうなります。これが3連のアルペジオ。一応ね、こっちにもこんな感じで書いてあります。はい。これは、この数字は弦の数字ですからね。1弦と4弦と同時を弾いて、3弦弾いて、2弦弾いて、1弦ってなる。こういうふうに時間が進みます。1432123、1432123。これが3連のアルペジオ。これで、全体的なリズムに通ると。ちなみにこの弾き方、解説してる動画あります。ここのリンクです。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、いろんなアルペジオっていうところの動画の中に、3連のアルペジオを詳しく紹介してますので、やってみてください。この弾き方でやるとまた一気にこの、スローバラードの曲の世界観にグッと入っていきますから。ただし難しいっていうか、慣れないとね、この3連っていうのはなかなかね、ちょっと指が、頭では分かってんでも、この指が追いつかないっていう風になると思いますけど、そういうとこをクリアしているところが、これ面白いところでございますから、ぜひやってみてください。あと、キメがね、こう、どんどん入っていくんで、もう順を追って解説していきましょう。ここ、今、1行目、手をつないでのところ見て、1弦、235って書いてあります。G7 の時、最後に1弦235って動かしていきたい。1弦だけをですよ、G7 を押さえたまま。ちょっとやってみましょうか。あの子と手をつないで、次いきますよ。G7 押さえて。2、2、3、5。
かった。G7 押さえたまま一弦に注目。今 G7 押さえてると自然にこう2フレットでしょ。2、3、5で5ですね。はい、これをなんとか言う。で5に行くと届かないなって人、この薬指を離すと結構届きますんで、あとこの角度ね、はい、これで入れてみましょう。ここ2箇所ありますね。はい、あと次です。この辺の決めがね、ブルースのこの溜める感じがかっこいいところあるんですよ。ここです。2人で毛布にくるまってのところで、このここね、ダッ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 ダって書いてある。 C7 でこれやります。 C から C7 で。ちょっとここやってみましょうか。せーの。2人で毛布にくるまってダンダンダンダダッダダドン E7 あーラージオからの C7 でタッ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 、こんな感じです。カッティングはちょっとある。はいはい、ちょっとかっこいいかもしれません。こんな感じがね、結構多いですけどね。カーラジオからのここのところも、ここが結構、はい、ここもインパクトあります。ここ、ここ、ここ。包んで、イエイエイのところね。ちょっとここからやってみますね。夜露が窓を包んで、イエイエイ、タッタッタッタガダガダガトーンってなってます。ガッタッタッタダダダダダドーンですね。E7 でね、こういう感じです。はい、どんどんいきます。次一番大きい決めがあるんですけど、この悪い予感のここはね、一個ずつ悪い G7 エウ、ここの後ドッパードッパーダンダッダッダガダガダ、はい、ここはちょっとドッパーきますからね。悪い予感のかけらもパーナアイダンダッダッダガダガダ、ディンディンディン、最後ダガダガダ、こうちょっと止まる感じかな。もう一回。悪い予感のかけらドッパーンドッパーンダ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 ガダガダ、最後一瞬止まる。はい、決めの方針でございます。はい、で感想のところ、さっきガズレイルオリジナルアレンジで口笛でやったパートのところの最後の C でタタッタって決めてからカーラジオに入っていく。はい、であとはね、ここはさっきやったやつの繰り返しのところなんで、同じことです。こう細かい絶妙なこう決めというか、ブルージーなこのなんかこうドンと溜めていく感じの、間に決めが入ってきます、ね、そういうのでまたこのシンプルなスローバラードという曲が盛り上がってくるかなという感じで、三連のアルペジオとこう数々の決め、シンプルなんだけども、こうまたグッとこうブルージーな感じになるかなと思います。はい、よっしゃ、やってみましょう。 RC サクセションのスローバラード、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみーる。かけらもない
わじゃじゃん。RC サクション、今あの清志郎さんのスローバラードガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この三連のアルペジオでこう歌っていくわけなんですけど、やっぱりこうブルージーな感じでこう溜めてね、リズム&ブルースのあのグッとくる感じを表現できるといいと思うんですけど、やっぱあの両方演奏も歌も溜めちゃうともうなんかだんだん遅くなっていくだけなんで、そのさじ加減が面白くもあり難しいところであり、こう計算ではできない感じなんで、やっぱりその、ニュアンスをあのいろいろ聞き込んでやってみるのがいいかなと思います。はい、どんどん音楽やりましょう皆さん。ありがとうございます。さあガズさんですけど、この小さいウクレレ持って日本中飛び回ってイベントやっております。今月はあともうちょっとで山形行きますよ。あとはね、今年もまたワンワンイベントありますので、そんなイベントの最新情報とこのウクレレの情報、このウクレレの情報とあと本をいっぱい出してます。ガズさんいっぱい本出してるベストセラー作家ですからね今や。はい、そんなガズレレの最新情報この後動画でちょっとしつけておきますんで、最後までご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、そんなわけでまずはここです。これこれ、ガズレレ .com、 ガズレレホームページです。ここを見てくだされば大体のことは分かるようになってますので、リンクもここに貼っておきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。さあガズレレイベント情報です。9月、もうすぐです。あと1週間、山形県行きます。ガズレレ初登場、山形天童4モール天童やりますよ。これも大歓迎ですけど、ガズレレイベントで、その後もダーッとこう続きます。見て見て、こんなにいっぱい続きます。10月九州行くし、11月11日は東京、この東京11月11日もうチケットあとちょっとです。急いでください迷ってる方。はい、あとはもう九州の熊本とかね、宮崎とか、今度湘南の方も行きますからね、まだまだ目が離せない。これからまたどんどん増えてます、ガズさんのイベントはウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートではなく、みんなで一個の音楽を作る、その時にどういう感じでやったらもうより良くなるか、よりこうなんていうのか、音楽の深いところに行ける、そんな楽しい話をしながら、もう本当に涙と笑いのもうね、大スペクタクルですから。はい、お一人様も大歓迎、あらゆる年代大歓迎で、もう超初心者から上級者まで本当に楽しめます、ね、間違いないです。はい、よろしくお願いします。はい、あとはね、このガズレレのウクレレ、このベトナムで作ってるクラウドファンディング達成したこのウクレレなんですけど、今ね、もう本当今もう作りまくってます。今年中にはね、こうサイト専用に作って皆さんのこう受注を取ったり、こうオーダーを受け付けたりするようなシステムになっていくと思いますので、もうちょっとお待ちください。あとは、ガズさんたくさんの本出してまして、もう本当ねびっくりするぐらいに、ベストセラーになっております。ありがとうございます。はい、一番新しい本はこの本、ガズレレのソングブック100曲入り、リットミュージックから出てるこの本とかも本当にね、増刷増刷で、もう本当にありがとうございます。そういう感じで本もね、あ、いっぱいありますので、フォローしておいてください。ガズさんブログ書いてますからね、いい話いっぱい書いてます。このブログをもとにガズトークというもう一個の YouTube チャンネルで喋ってますから、いいこと。ガズトークのチャンネルのリンクも貼っときますよ。ぜひお時間ある方は見てみてください。やっぱより豊かにより楽しく音楽しよう、これがテーマです。ガズレレ、今後もよろしくお願いします。楽しいことどんどんやりますよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。